君たちは YouTuber を知らなすぎるよ。知ってます。せめてそうかなぐらいにしてUUUMのね、はい、ホームページにUUUMに所属しているクリエイターが載ってるページがあるんですよ。ありますね。はいはいはい。で、あれのクリエイターってね、それぞれキャッチコピーみたいなありますね、あるんですよ、はい、本当に YouTuber 知ってるんだったら、はい、そこだけ聞いてどの YouTuber かっていうのを当てられるんじゃないかと。まあ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 。というわけで今から僕がUUUMのホームページを見ながら、はい、あの問題を出していきますので、はい、答えてくださいっていう動画です。はい、はい、というわけで今回は YouTuber のキャッチコピーだけで何の YouTuber か当てていこうと思います。やっていきましょう。はい、第1問。はい、日本 YouTuber 界のパイオニア。なるほど。これ外したらもう YouTube 引退してください。まあ余裕っすよ、これはね。じゃあこれはもうせーのでいきますね。はい、はい、せーの、ヒカキンさん。ネット大輔さん。え、ヒカキンさんじゃない、ヒカキンさんじゃないんですか。え、ヒカキンさんなのかな。正解ははい、ヒカキンさんです。はーい。でも君は今日から YouTube を引退してくださいって思って。でもジェット大輔さんもパイオニアじゃないの。オセアニアです。オセアニア。YouTube のオセアニアって何。ちなみにジェット大輔さんのキャッチコピーは日本で最初の動画レビュアー。あー、見たわ俺。見たことあるわちゃんと。それだからジェット大輔さん。うわっ、うわーマジもったいな、バカか。じゃあ第2問。はい、はい、ちょっと難しいです。はい、演技派 YouTuber 誰。はい、わかります。演技派、演技派 YouTuber。 演技をしてる人。え、やばい、出てこない。 YouTuber で演技してる人なんて。いや、もうこの人じゃなかったら困る。いやいやいや、演技派だからね。じゃあいいですか。はい、書いてない、ちょっと待って、ちょっと待って。じゃあもう拍手で出してください、君は。じゃあ、もっち。瀬戸康史さん。瀬戸さん。回答、誰さん。正解は瀬戸康史さんです。やーい、これはね、これ元あれですかね、演劇なんかね、やらない、ね、天然工房ですから、劇団天然工房ですから。全然知らねえや。第3問。はい、ロックンロール。ない。はい、いただきました。マジで、ロックンロール。これはね、知ってれば簡単だけど知らなかったら激ムズ。はい、来ました。多分この人。え、はい、いいですか。はい、じゃあ野瀬くん。メグウィン、ミグウィン、メグウィンさん、メグウィンさん。絵がひどい。カイト、夕闇。へえ、え、あの人たちやってなかったっけ。じゃあもちくん。ミノミュージックさん。正解。よっしゃー。うわー、いいの。え、夕闇さんたちは何、誰。ちなみに夕闇のね、漆黒のエンジェルは神奈川県厚木発コミック系ラウドバンドです。バンドか、あの人たちは。ロックンロールといえばもうミノさん。じゃないの。はい、ミノか。呼び捨てすんの。第4問。はいはい、天才。いやね、わかるぞ俺多分。これはもうなんで多分。え、自分のことを言ってる、それともブームが設定してる。どっちのパターンもあります。自分でこれをしてくださいって言ってる人もいますし、うん、自由にしてくださいっていう人もいます。カイト。はい、寿司リクさん。寿司ラーメンリク。いやね、舐めてるよ。なんで。寿司ラーメンリクさんはUUUMを辞めたんですよね。あ、そうじゃん。いいですか。はい、東海オンエアさん。正解。よっしゃー。愛知県ナンバーワン YouTuber じゃない。違います、天才の荷物です。嘘だろ。いや、一瞬よぎってよ、東海オンエアは。知らなすぎですよ、絶対。それさ、東海がこれにしてくださいって言ってる。絶対そうです。ちょっとゲーム実況とか言ってみます。おお、全くわかんない俺ゲーム実況。ゲーム実況ちょっとわかるぞ俺は。人の名前がまず出てこないよ。じゃあ、はい、ゲーム実況者から出します。第5問。はい、はい、おかしなゲーム実況者。はい、いただきました。なんかこの人たちってゲーム実況じゃなかったっけっていう人か。全然違うんだよな。タッチって言って全然違う通り。じゃあ野瀬くん。ポッキーさん。はい、ポッキーさん。これあの、オトジャとアニジャさん。UUUMじゃねえよ。ちげんか。知らなすぎ。ちげんか。マジで知らなすぎ。正解はそう、ポッキーさんです。やばいでしょ。マジかー。
ムじゃねえんだよこの人たち。どっちにしろ違うから。第6問。はい。関西弁おしゃべり配信者。ああ、はい。絶対わかるよ。いや、わかるんだけど名前が出てこない。マジであの人の名前が出てこない。あー、多分この人。いらいらん、そういうの。はいよ、はいよ。俺の頭にいない。じゃあ、カイトくん。ちょっと待って。はいよ、はいよ。5、4、3、2、1。ヒカキンゲーム。関西弁じゃねえじゃん。ひどすぎる。のせ。ミラクルグッチさん。あー、来ました。ミラクルグッチさん。全員不正解。グッチさんでしょ。グッチさんだと思った。グッチさんのチャンネル名は、ミラクルグッチではありません。ミラクルグッチの部屋。あ、そういうこと？グッチの部屋です。あ、グッチの部屋だ。俺もあーちゃんと正式名称覚えてくださいよ。そこか。第8問。はい。見習い YouTuber。 わかんねえよ、もう誰だよ。それはゲーム実況じゃないっしょ。あ、もうマルチも取りました。見習い YouTuber にピッと来ないよ。え、俺名前知ってる。絶対に知っています。絶対に知っています。草薙さんではありません。おお。なんだっけ。強し。強しって呼ぶな。エクシナギじゃねえの。草薙剛さんではありません。ではありません。っていうのがヒントでしょ。ヒントです。誰強し。誰強し。強しでなんで。じゃあ野瀬くん。カジサックさん。あ、ブームか。カジサックって聞いたことあるな。カイト君。え、ムロツヨシ。声がちっちゃいんだ、バカやろ。死ねばいいんだよ、ムロツヨシよ。ムロツヨシ。ムロツヨシは死んじゃいかん。いいですか。はい。ガチャピンさん。え、ガチャピンさん。何それ。ガチャピンってウームにいなかったっけ。え、でも見習いが分かんなかったんだよな、正直。正解は、はい、はい、ガチャピンさんです。うおー、なんで草薙剛さんではありません。なんかそれはなんかもともとテレビとかで活躍してて、うん、YouTuber になったよ的な。え、あれが YouTuber だったの。ルックとのルックとガチャピン。それ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 あれ中身の人じゃなくて。中身の人って言うのよ。気づいちゃった。気づいちゃった。まあ、いわい。そうね、なんだっけ。それからデッカちゃん。最終問題。はい。日本一身近な YouTuber。 見たことある。その人がもう動画で書きかけているスタイルがもうそれです。ゴー。待って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 。あー、無理だ無理だ無理だ。3。ちょ待って、マジで無理、マジで無理、マジで無理。ちょ、音じゃねえ。1。はい。野瀬くん。あー。なに。野瀬くん。いや、もうわかんない。わかんないから、はい、マスオさん。やめてー。カイトくん。はじめ社長。もちくん。マスオさん。はい。何ですか。変えちゃダメですか。ダメですよ。あー、わ、別にいいけど。もう一度いいですか。はい。フィッシャーズさん。おお。いや、俺もそれ思ったんだよ。いや、短かったもん。で、短かったと思った。いや、1週間水だけで生活してもらいますって、そういうことじゃないの。水ってかかってんじゃねえのかなと思って。まあ、そういうこと？ありそうじゃない。ちょっと、いや、でもそれも読み取りつつ。マサさんも水。やめとけよ。笑っちゃダメなんだ。掘り起こすんじゃねえ。はい。はじめ社長は超フリーダム系 YouTuber です。おお、フリーダム系。不正解です。そしてフィッシャーズかマスオさん。え、どっちかなと思うんだ。いや、どっちも身近ではないぞ。正解者います。おお、日本一身近な YouTuber。 どっちだ。正解は、はい、フィッマスオさん。いやー、